新刊霊魂グループについての整理。地に広がっているすべてのものは天から来たものです。宇宙に広がっているすべてのものは創造主の思考除雪者から来たものです。大宇宙に広がっている神羅万象は創造主の意識から生まれたものです。天は地に降りてくるために古書記から準備しました。創造主が地に降りてきて始末の開くために天の準備作業を古書記から始めました。天の声を地に伝える天使たちが必要でした。天の意思を地に広げる専門天使たちが創造され始めました。地に降りた創造主が肉体を切って大宇宙を統治するために、肉体を切った創造主を放射するという特殊な目的で創造された超生性の強い霊魂グループがいます。彼らのことを神官グループと言います。神官グループは創造主を最側近で放射するために、創造主の振動数を持っている19次元のユトピアン天使たちです。神官グループは創造主を最側近で放射するために、最も高い振動数で創造された霊魂グループです。神官グループは創造主を最側近で放射するために、最も純粋なエネルギーで創造された霊魂グループです。神官グループは創造主を最側近で放射するために、特殊な思考調節者を受けて誕生した霊魂グループです。神官グループの霊魂は大宇宙に物質文明を広めるために特殊な目的で創造されました。神官グループは肉体を切った創造主を最側近で放射するために、創造主のエネルギーを最も多く持って創造された霊魂グループです。天が地に降りてくるために、古書記の初めから天では神官霊魂グループが創造され始めました。肉体を切って大宇宙を直接統治する創造主を放射するために、天では古書記の初めから神官霊魂グループが創造され始めました。神官霊魂グループは大宇宙の古書記と六書記が過ぎる過程で、天の声を地に伝える神官の役割を多く果たしました。神官霊魂グループは大宇宙の古書記と六書記が過ぎる過程で、皇室で王を放射する宦官の役割を多く果たしました。神官グループは古書記と六書記が過ぎる過程で、惑星ごとに様々な物質文明のマトリックスの設置と管理、また惑星の科学技術文明を維持する役割をしました。神官霊魂グループは創造主を放射するために特殊な目的で誕生したため、多くの天使に羨まれました。神官霊魂グループは大極と無極の世界にある各次元で創造主のエネルギーを最も多く持って創造された霊魂グループです。神官霊魂グループの中で宇宙的身分が最も高いグループは19次元の神官たちです。神官霊魂グループの中で宇宙的身分が最も高い19次元のユトピアン神官グループは極少数だけが存在します。神官霊魂グループの中で宇宙的身分が16次元と17次元と
18次元の神官たちがいます。神官霊魂グループの中で宇宙的身分が13次元と14次元と15次元の神官は割に少ないです。神官霊魂グループは霊魂の振動数が非常に高い天使たちです。神官霊魂グループの中で最高位相の神官たちは天の意志を地に広げる文明チェイザーやゲームチェイザーに生まれる場合が多いです。神官霊魂グループの多くは天の声を地に伝える役割があり、天と地をつなぐ人生を生きることになります。神官霊魂グループは体の振動数が落ちると天の声を聞くことができず、霊的能力が退化するため物質や世俗の欲望から離れた人生をプログラムしてくるようになります。神官霊魂グループが受肉すると多くの霊的能力を使うチャネラの役割をたくさんすることになります。神官霊魂グループが受肉すると科学者やエンジニアに多く生まれます。神官霊魂グループが受肉すると学者や大学教授のようなエリートに多く生まれます。神官霊魂グループが受肉すると天の声を地に伝えるレバーシャーの役割が多いです。神官霊魂グループが受肉すると天の声を地に伝える創造的少数の役割が多いです。神官霊魂グループは創造主のエネルギーを最も多く持っている天使たちですが、エネルギーの純粋性を失うと堕落した神官になり、霊魂の消滅が多く行われる霊魂グループです。天が地に降りてくるために準備した新しい物質文明を開くために神官グループが本格的に活動を始める時になったことを伝えます。創造主が肉体を切って地にその意志を広げる時、創造主を最側近で放射する神官霊魂グループが本格的に目覚め活動を始める時になったことを伝えます。創造主が肉体を切って大宇宙を統治するために準備した神官霊魂グループが本格的に目覚め活動を始める時になったことを伝えます。自節因縁になり、天の嬉しい知らせを神官霊魂グループに伝えます。2022年6月22日、ウデッカ。